神からの教えがありました。にぎみたまは、三いでに従って、身命を守ろう。荒み玉は先方として、戦の船を導こう。にぎみ玉は、にぎみ玉と読みます。荒み玉は、荒み玉と読みます。すぐに神の教えを得て、拝礼しました。そして、よさみのあびこうたるみを、祭りの神主としました。 その時、たまたま皇后の海月に当たりました。皇后はすぐに石を取って股に挟んで、祈って言いました。ことを終えて帰った日にここで生まれろ。その石は今、糸のあがたの道のほとりにあります。荒見玉を導かれて、軍の先鋒として、ぎみ玉に頼んで、王戦の守る沈めとしました。神宮皇后は、 石を股に挟んで出産を遅らせるという神業を見せます。この石の神話を見て、朝鮮由来だという歴史学者もいます。相変わらずですが。しかし、水仁天皇の間にも、慶光天皇の間にも、出産と石が関わっている物語があり、イザなぎが、黄泉の国と現世の間に石を置いたことを考えると、我が国でも古くから、 意思ととには関係があると考えられていたのでしょうそもそも、義志和神伝など、シナ朝鮮の歴史書にも書かれているように、朝鮮の南部には和人が住んでおり、その上、新羅の4代目の王、脱資金は、大和王朝の勢力下にあった和紙で、その進化の標高も女王の国の勢力下にあった和人なのですから、朝鮮半島と日本に、 仮に共通の文化があっても何らおかしくありません。だから、この石神話を見て、朝鮮由来と考えるのは無理筋です。中愛天皇即位9年、冬10月3日、神宮皇后の軍はワニの津から出発しました。その時、風の神が風を起こし、海の神は波を上げて、海の中の大魚は全て浮かんできて、船を助けました。 大きな追い風が吹いてほつむは波のままに進みました火事かいつまり火事は苦労することなくすぐに新羅に到着しましたその時に波は船を乗せて遠く国の中ほどまでに及びました天つかみ国つかみのすべての助けが神宮皇后にあるとすぐに新羅の人々にも分かりました新羅の王はおじけついてわなないて 身の置きどころがありませんでしたすぐに新羅の,の国を建てて以来、今でも昔でも、潮が国に昇るなんてことは聞いたことがない。天運が尽きて、国が海になるというのか。この言葉がまだ終わらないうちに、船戦が海に落ちて、旗が火に輝きました。太鼓と笛の音が鳴って、山川のすべてが震えました。 白木の王は遥かに見て、思いのほかのつわものが、まさに自分の国を滅ぼそうとしていると思いました。おじけづいて失神しました。それで目を覚まして言いました。私は聞いたことがある。東の方に神の国があると、マトという。また、ひじりの君がいると、スメラミコトという。必ずその国の三戦だ。どうして兵を挙げて防ぐことができるだろうか。 できるわけがないすぐに白旗を上げて自ら服属しました白き組つまり白い組紐のことで幸福を表していますで両手を縛って土下座しました土地の図面と戸籍をまとめて王船の前に差し出して幸福しましたそれで頭を地面に叩いて今より以後長く雨土つまり天地と同じように日本に従って 馬飼いとなります。船かじが乾かないくらいに、春、秋に馬畑、つまり馬を洗う刷毛や馬の鞭を献上します。また、海あり遠いからといって面倒くさがらずに、毎年男と女の労働者を献上します。神宮皇后は海の力を借りて、新羅の国の中腹まで船で登っていったとあります。奇妙な記述で、史実ではないというのが定説ですが、 朝鮮側の使書である三国式の白木本紀には、第六代義間西金の時に大風で木が折れて瓦が飛んだ、その惨状を見た国民が、和人が襲来したと勘違いして山、山谷へと先を争って逃げた、とあります。この事件と神宮皇后の朝鮮征伐が同じ事件かどうかは分かりませんが、古代の白木の人にとって和人は強く恐ろしい存在で、 襲来したならば、山へと登って逃げるのが当たり前だったということがわかります。山の中腹まで船が登ったというのは、白木に進軍しただけで、兵や国民が山の中腹まで逃げたということではないでしょうか。また、魏志和人殿には、日本には馬がいないと書かれていますが、須佐能が高間原で、神様の衣を織る五天の屋根をぶち破って、 川を剥いだ馬の死体を放り込んだという話もあるので日本には馬がいなかったわけではないのではないでしょうかだから刷毛もムチも手に入らないこともなかったのでしょうそれをわざわざ書いたということは意味があるのではないでしょうか日本は山に穀物の神が住んでいてその神が里に降りてくると考えていましたその時神は動物に憑依したり 動物そのものの姿になります。そういう考えがあったのです。これは山と岳の御事の伊吹山での一見を読めばわかります。だから動物を殺せなかった。動物は神の使いであり、同時に神そのものの可能性があるのです。動物が死ねば、その死へが発生します。死へは神のたたりと道義です。 だから動物の皮を使った加工物が日本にはほとんどありません弥生時代から明治になるまでは肉食もほとんどしませんでしたしかし動物の毛と動物の皮は非常に便利なものです日本人はこの便利なものを利用できないところが朝鮮半島にはこのような考え方がなかったので毛や皮を加工したものを生産することができたのですひっくり返すと、 日本と朝鮮は文化が違っていた、ということです。ある程度の共通文化はあったでしょうが、根本的に違っていた、ということです。白城の王が重ねて誓って言いました。東から昇る太陽が西から昇ることはない。あり有れ川が逆に流れて、川の石が川を昇って、天塚見星、つまり北極星となることはありえないのと同じで、 春秋の朝をかき怠って、櫛と無知の貢ぎ物を止めてしまえば、甘つかみ国つかみは一緒になって私たちを討つだろう。その時にある人は言いました。白木の王を中殺しよう。皇后は言いました。まず神の教えを受けて、小金白金の国を手に入れることになった。三田村の戦に号令して私は言った。 自ら服従する者は殺すなと今すでに宝の国を得た新羅の人は自ら降伏した殺す理由がないそれでその縛っている綱を解いて馬飼いとしました皇后はその国の中に入り宝の蔵を確保し地図と戸籍の文書を手に入れました皇后は矛を新羅の王の門に立てて後の世の印としました その矛は今もなお、白木王の門に立っています。矛を建てることで支配を固示するという行動は、出雲の国譲りで竹三和槌が剣を突き刺して、その上に座ったというのとよく似ています。白木王のハサムキンは、ミシコチという王族を人質に差し出し、さらに、金、銀、絹を献上しました。これを見たコウクリ、クダラも降伏し、 朝皇を約束しました。それで日本は朝鮮半島に直轄領を置くこととなります。戦前の日本では、見間ながそうであった、という、司書通りに解釈した説が有力でした。これがいわゆる三韓征罰です。当チャンネルの他の動画でも言及していますが、なぜか戦後の日本の歴史学会は、この事実、そもそも神宮皇后自体を無視しています。 戦前の広告士官において、三冠征伐を朝鮮半島の領有の正当化に利用した、自虐士官的に言えば、朝鮮半島の方々に多大なる迷惑をかけたので、戦後の歴史学会では、三冠征伐という事実をなかったこととし、神宮皇后もいなかったことといたしましょうとなってしまったからです。古事記にににももも日本書かかかれているにもかかわらず、です。 当時の日本の軍船が白木に攻め入り、その後、朝鮮半島の支配権をめぐり、高句里と戦争を繰り返していたのは間違いようのない史実です。朝鮮半島の聖師である白木本記には、和兵が退去して侵入してきた。王はこの報告を聞いて、うんぬんかんぬん。さらに、西暦393年、またまた和軍が侵入して、近城を包囲し、 という記述もありますさらに高栗の第19代の王皇太王の石碑いわゆる高海道王妃が残されておりしかし我が西暦391年海を渡り九太ら〇〇白城を破り新民となしてしまったまるまるは多分殻ではないかと言われていますつまり九太らから白城ですそこで 西暦396年に王は自ら水軍を率いて百済国の○るを討伐しまるまる南攻め取ること8条であった○るでわからないところはあるけれど大体分かりますさらにさらに西暦399年百済は誓いを破り和と和通したそこで大王は平壌に巡化したそこへ白木が使いを使わせてきて 大王のもとに訴えてきて言うには、和人がその国境に満ち、城地を壊し破り、薬却である自分。自分というのは白木王です。自分を和の従属民としています。私は大王に帰属し、その命に従いたいと、高句麗側の記録に書いてあります。それで高句麗王は出陣。またもや和国との戦争に突入して、神宮皇后の死後まで合戦が続きます。 日本書紀には、12月14日、つくしで、ほむたのすめらみこと、後の王神天皇がお生まれになられました。それでこの土地は、海と呼ばれることになりました。という記述があるのですが、卑弥呼の時代の魏志和神殿には、踏み国と呼ばれていた国があります。その上、日本書紀の王神天皇の孔には、天皇と皇后が白木を打たれた年、星、 かの江たに宿る年の冬12月に、つくしの加なで生まれました、とあります。福岡県には、加なという場所は、小郡市と糸島市の2箇所にあります。いずれも佐賀県の近くですが、というと、神宮皇后が王神天皇を生んだので、海と呼ばれることになった、というのは、まゆつばではないでしょうか。この動画の前半に説明していますが、 日本初期の神宮皇后の記述には神話的な相話が少なくありません。神宮皇后が白羅征伐の際に海にいる魚という魚が集まって軍船を運んだとか、白羅に近づくと軍船が押し進む勢いで打ちつけた波が白羅の国の半分にまで達したとか、白羅出兵の前に皇后が飯粒を餌にして海で愛を釣ったとか、 博多湾に注ぐ中川の水を神に捧げる水田に引き入れようとしたものの大岩で塞がっており水路を通せなかったため竹の内の宿根に命じ天つかみ国つかみを祀り祈りを捧げたところたちまち雷が落ち水を通すことができた作田のおなでなどこういう話を現実離れしていると言って歴史学者は神宮皇后はいなかった説とついでに 政罰もなかった説を蔓延させてきた経緯があります菅の隆法は赤い龍の子供ということになっているしモーゼは海を割りキリストは葬られて3日目によみがえっています歴史上の人物に権威を持たせるために作られた草話なのかもしれませんがいなかったという証拠ではありませんそれに神宮皇后の総話は絶対に嘘であるとは言えないものばかりです 古事記では、中愛天皇は古都を引いている最中にお隠れになられますが、心臓発作を起こしたのかもしれないし、白木征伐の際に魚が海面を覆ったのは飛び魚の大発生かもしれないし、白木に着いた際に波が陸地に押し寄せたのは津波、海で鮎が釣れたのは全くありえないという証明もできません。作田のうなでも福岡県中川市に存在しており、 中川市の安徳大遺跡からは、弥生時代の数々の遺跡、奈良時代の大建築物群、室町時代の館跡などが発見されていますが、特に弥生時代の遺跡としては、日本最古の製鉄工房の跡地に加え、130軒を超える住居跡など、様々な考古学的な発見がなされていますが、そこに作田のうなでがあります。作田のうなでは、 日本最古の農業用水路として有名で神宮皇后を御祭神とする作田神社の西側を迂回するように流れていますしかも一部が硬い花崗岩の岩盤の裂け目を通っています発掘調査の報告書によると作田のうなでは作田神社の付近で水路の両側に未風化の花崗岩が露出しています未風化の花崗岩は硬い岩の塊で コアストーンと呼ばれています。つまりは重機などを使った土木工事で岩盤を砕かない限り中川の水を水田に引くことは不可能だったわけです。実際に雷が落ちて岩盤が割れたのかどうかはわかりませんが大岩を割らなければ作田のうなでが建設できなかったのは事実だということです。これらの相場が全て正しかったと断言できませんが 神宮皇后が実在したことは相当に確実性が高いです。神宮皇后は白木遠征の前に九州北部を忙しく動き回っていますが、中愛天皇がお隠れになった時には、かしいそそきのにて、はし熊和氏を討伐、旧山大国であろう大和のあがたにて、土雲の田村津姫を討ち取りました。 義阜和人伝の邪馬台国への道を移動しております。ということは、この道が卑弥呼の時代も、神宮皇后の時代も、那国から熊園地に至るメインストリートだったものと思われます。その後、松浦市であゆ釣りをして、中川市で作田のうなでをお作りになりました。これらのことから、神宮皇后の時代には、 九州北部には大和王朝に逆らう勢力が存在していなかったことがわかります。李氏和人殿には、卑弥呼は死に、国中が不服で互いに殺し合った、当時千四人が殺されたと書かれており、北氏和国殿には、卑弥呼の死は西暦247年と書かれています。その後の100年間で、 大和王朝は九州北部の小王朝を支配下に組み込んでいったということがわかります。大和王朝は、第九代天皇の開花天皇までは、婚姻関係によって勢力を拡大してきましたが、第十代天皇の須神天皇からは、戦争によって勢力を拡大していきました。古事記にも、須神天皇の総和として、この天皇の御代に、 まだ朝廷の威風の及ばない遠く離れた地方に将軍を派遣することが行われたと書かれています大和武の御事の息子である忠愛天皇の御世には大和大国の支配下のすべての小国が大和王朝の支配下にあったことがわかりますな国やいと国、大和大国が支那、朝鮮と国交を持っていたのが日本側の主役が変わって大和王朝になりました そして、神宮皇后以降、朝鮮の国々との戦争が始まった、というわけです。だからこそ、古事記や日本書紀には、シナ、朝鮮などの外国の話が全く出てこなかったわけです。何度も言っていますが、広告資感を持って見るわけではなく、日本の先祖が残してくれた歴史書である古事記や日本書紀を普通に読めばいいのです。中愛天皇には、大中津姫との間に、 籠坂の御子と押熊クマノという二人の王子がおいでになりましたが、絶世の美女、沖縄垂らし姫の巫女を新たに皇后とします。中愛天皇が崩御され、その時妊娠中だった沖縄垂らし姫の御子こと神宮皇后は、白木征伐から帰国後、つくしの国にて王子を産み、竹の内の宿根などと大和へ帰りました。 それを聞いた、籠坂のみ子と、押熊のみ子は、次の行為が幼い王子に決まることを恐れて、凶暴して、つくしから凱旋する皇后軍を迎撃しようとしました。古事記によれば、そこで、神宮皇后は、も船、棺を乗せる船を一隻用意させ、み子、ほ田たわのみ子と、後の第15代王子天皇をその船に乗せ、み子はすでに亡くなりました。 と言い広め大和へと向かいましたとありますするとそれを聞いた籠坂の御子と押熊の御子が待ち伏せし殺害しようと企てその喫強を占うため戸賀のにて受けいがりをしました籠坂の御子がくぬぎの木に登っているとそこに大きなイノシシが現れそのくぬぎの木を掘り倒し籠坂の御子を食い殺してしまいました 鹿坂サカノの弟の押熊のマ子は、受け狩りの結果が今日だったにもかかわらず、軍勢を集め、神宮皇后の船に立ち向かいました。その時、押熊のマ子らの軍勢は、も船をやり過ごし、空船を攻めようとしました。すると、神宮皇后はも船から軍を下ろして戦いになりました。つまり、 本物に似せただけのものと思わせた模船に兵が乗り込んでいて、皇后たちの乗る船には、実は皇后も兵も乗っておらず、押熊の巫女らを欺き、油断させる策、情報戦略だったわけです。押熊の巫女は、山城の国まで退却し、軍を立て直し、さらなる死闘が展開されました。そこで、押熊の巫女は、何和の虎来系の士族である岸辺の祖の イサヒノスクネを将軍に、棺の巫女であるホムタワ家の巫女は、ワニの海の祖なにわ猫竹古熊の巫女を将軍にして戦いました。そして、棺の巫女側がイサヒノスクネを追い退りぞけて、イサヒノスクネ側も引かずに立ち向かってきて、互いに一歩も引かない戦いになりました。そこで竹古熊の巫女は、 沖永し姫の御事はすでに亡くなった。だから、これ以上互いに戦うことはない。と伝えさせ、持っていた弓の弦をすぐに切り、相手を欺き、降伏してみせました。押熊の御子側の伊佐日の宿根は、その偽りを信じて、弓を外し、兵を収めました。するとその時、竹古熊の御事は、竹房、頭頂で束ねた紙の中から、 予備の弦を取り出し、それを弓に張り、追撃しました。それにより、比の薄根側は、大阪、京都と滋賀の境まで退却し、そこで向かい合って再び戦いました。しかし、竹古熊の御事側は、とうとう比の薄根側を追い詰め、笹波、琵琶湖西岸にて撃破し、ことごとく敵兵を切り殺しました。押熊の御事と 伊佐比のスクネは、もに追い詰められ、船に乗り込み、海、琵琶湖に漂いながら、歌を詠みました。いざ、アギ、古熊が、たで追わずは、ニホドリの、網ふの海に、ずきせなナや役、さあ、我が将軍よ、古熊、竹古熊の巫女なんかにたでを追わされるよりは、水鳥のかいつぶり、 カイツブリ族に分類される鳥類のように、大海の海に潜ろう。こう歌を読み終えると、すぐに海、琵琶湖に身を投げ、共に死んでしまいました。おしくまの巫子が受水した同年10月、神宮皇后は、軍神に皇太后と認められました。この年が、摂政元年、西暦368年とされています。摂政2年11月8日、 中愛天皇を河内の国長野領に弔いました。摂政3年1月3日、本田和家の御事を大使とし、いわれの若桜の宮に遷都しました。摂政13年2月に、大使が竹の内の宿根に連れられて、越前の国、津沼の毛日の狼に参拝。毛の宮出発から始まった皇太后の遠征事業はここにおり、 都に戻り、主演が催されました。その時、神宮皇后が、本田和家の御事に詠んだ歌があります。この御は、我が御ならず、櫛の神、床代に言います、伊賀たたす、少なみ神の、神ホ木、ホ木来る星、豊保木、ホ木本星、祭り越し御木祖、浅津尾瀬、笹。現代語の訳は、 この幹は私は作らず、景色酒のつかさ、床世に座すすくなびこなが、岩木狂い、岩木回り、新定され届いた幹なのですよ。どうぞ飲み干してくださいませ。さあ、という意味ですが、竹の内のすくねが巫女に代わって飲み、返礼しています。この幹を、神剣人は、その鼓、薄に立てて、歌いつつ、神けめかも、 このみきの、あやに歌楽しさ、さ。現代語の訳は、このお酒を醸した人は、鼓を薄のように立てて、歌って醸したからでしょう。このお酒のおいしいこと、さ、さ。古事記では、この酒の話の後、すぐ王神天皇の御用となります。古事記では、神宮皇后の時代という書き方はされていませんが、まだ王神天皇は幼児でしたので、 少なくとも、王神天皇の初期の時代は、神宮皇后や皇后を補佐する竹之内の宿根らが政務を担ったのは間違いないでしょう。いずれにせよ、中愛天皇、神宮皇后、王神天皇のみよに、那国、伊都国、松良国など、旧邪馬台国の勢力範囲が、大和王朝の支配下に入ったことは間違いなく、大陸との窓口であった九州北部を完全に収めました。